ついに意識を取り戻した聖夜は自分を呼ぶようなシャイナのコスモに導かれポセイドン神殿へと向かう。そこで聖夜が見たのは目覚めつつあるポセイドンと倒れたシャイナの姿だった。シャイナさん、しっかりして。シャイナさん、聖夜。ああ、そうだ、あのメインブレッドウィナーにアテナはいる。お前が海王ポセイドン。もはやあの中は完全に水が満ちているはず。先ほどアテナの歌声も途絶えた。おそらくあれはアテナの最後の祈りだろう。お前たちの守るものはなくなったのだ。さあ引きたまえ。冗談じゃない。沙織さんは今まで何度も試練に打ち勝ち、生と死の狭間を乗り越えてきたんだ。きっと生きている。必ず俺たちが救い出してみせるぜ。お前こそどけ、ポセイドン。嫌なら腕ずくでもどいてもらうぞ。再び眠りにつけ、ポセイドン。セイヤ、君の体を消滅させてみせよう。ファイト。よせ、お前ごとき私に指一本触れることはできん。私は受けろ。何が神だ。受けろ。落ちろ。メガトローリングチェン。受けろ。お前の顔色が変わるまでこの剣を打ち続けてやるさ。ゴールドセイントたちが自らの血を与えてくれたこのクロスをまとっている限り。ならば重荷にならぬよ。そのクロスもろとも君の体を消滅させよう。エガトローリングス。無駄だと言っているのはわからぬ。ああ、わからないね。無駄じゃなくなるまで何度でも続けてやる。落ちよ。メガトローリングス。今またアテナの祈りが聞こえたような気がした。まだ死にきれぬか。地上の滅びゆく民たちと死を託して君を救おうとした戦士たちが最後まで祈り続けたのだ。そして俺の心を見くれ。ミナ、海の底で眠れ。俺のコスモはこんなものじゃない。セイヤ、お前一人を死なせはしない。死ぬ時は一緒だぜ兄弟。シリュウ、ヒョウガ。二人とも満身創痍、もはや生も根も使い果たした。死人に等しいものが火星になどなるか。死ぬ時は一緒だと言ったな。よかろう。死での旅が寂しくないよう三人まとめて葬ってくれよ。ん？何？あれはサジタリアスのゴールドクロスか。アイオロスの意志が火星に来てくれたのか。行くぞポセイドン。この黄金の矢で全てを決める。その矢、今度こそ確実にお前の心臓を射抜くことになるぞ。心配いらないよ、セイヤ。矢が戻ってきたとしても私が盾になってお前の身を守ってあげる。シャイナさん、気持ちはありがたいけど、女の人を盾にして自分の身を守るなんてそんな真似俺にはできないよ。セイヤ、お前の言う通りだ。男の俺たちがいながら女の人を盾になんかさせられるか。そうとも、
だよ、聖夜。僕だっているんだから。ためらわずに撃て、聖夜。断じて行えば、鬼神もこれを裂くという。今まで矢が跳ね返ってきたのは、あくまでもポセイドンを射抜こうとするコスモが足りなかったからだ。今度の矢は、俺たち全てのコスモを込めてやる。よし、わかった。みんなの命、俺がもらうぞ。アイオロス、このクロス使わせていただきます。ブロンズだろうがゴールドだろうが私には関係ない。ファイト。さあポセイドン、この受けてみよう。そこを通してもらうぞ。どうかしてくれ。お前のまといクロス、ブロンズであろうがゴールドであろうが同じこと。何をやっても届かんとわからない。たとえこの身が砕けようと何度でも立ち上がるぜ。セイドン、お前を倒しアテナを救うまでは。せよせよ、ありがとう。ローリング、そのサジタリアスの目でポセイドンの野望を打ち砕けるもの。お前しかいないんだ。サイナさん、入れよ。愚か、まだ同じ過ちを繰り返す。もう少しでポセイドンに一矢報いることができるんだ。アイオロス、俺の力を、アテナを救う力を貸してくれ。今こそ神の怒りを受けろ。ウィナー、これがゴールドクロスか。まだ実力を出し切れてないな。矢よ、サジタリアスの矢よ、今度こそあのポセイドンめがけて飛んでいってくれ。アイオロスよ、俺にアテナを救わせてくれ。なんだこれは。コスモ、無数のコスモがオーラとなって矢を取り巻いている。バカな、矢がこのポセイドンの意のままにならん。うわっ、やった、ポセイドンに一矢報いたぞ。サジタリアスの矢を射られたポセイドンはコスモの放出をやめ、しばし呆然自失状態となった。その隙をついて聖夜たちはアテナが閉じ込められているメインブレドウィナへ向かう。しかしポセイドンは我に返るとともについに長い眠りから目覚め、神の人格を完全に取り戻してしまうのだった。思い出したぞ、私はこの世を浄化するために長い眠りから目覚めた。私は神、海王ポセイドンなのだ。なんだ今の落雷は。ポセイドン、コスモが何百倍にも膨れ上がったみたいだ。俺はゴールドクロスを着ていたからいいものの、みんなは。せいや、アイオロスだけでなく我が主カミュも力を貸しに来てくれたようだぜ。おお、アクエリアスのゴールドクロス。セイヤ、ヒョウガ、お前たちだけ戦わせはしない。おお、ライブラのクロスも。おいら最後の力を振り絞ってテレポーテーションして、よかった、間に合って。よくやったぞ。キキ、ロジ、ライブラのクロスをお借りします。あくまで神に逆らうか、愚かな者どもめ。なんと恐ろしく強大なコスモだ。相手は神、ゴールドクロスをまとっていても倒すことは無理かもしれん。たとえ倒すことはできなくても
ポセイドンを立ち退かすことさえできれば、その間に沙織さんを救い出すんだ。黄金の矢がお前を射抜く。お前ごとき私に指一本触れることはできん。ファイト。サジタリアスとアイオロスのアイオロスのために今一度俺に力を貸してくれ。神の前でゴールドクロスの何の意味も持たぬことを知るがいい。俺に残った全てのコスモをぶつけてやる。届き物が倒すことはできなくても追加に会いためのいいポセイドンを抑えるんだ。神として目覚めた私に立ち向かってくるか。愚かな人間を神に嫌だな。届き物が地上の平和を、アテナを守るのがセイントだ。コスモの極みを満たせ。行くぞ。ポセイドンが倒れている今のうちだ。わかるか、シリュウ。メインブレドウィナの方角はまっすぐ目の前だ。わかるとも。たとえ目が不自由でも、やっとたどり着いた最後の柱だ。三人一度にライブラの武器で攻撃するぞ。行くぞ。砕けろメインブレドウィナ。ダメだ。俺たち三人の渾身の力でもビクともしないなんて。あと一歩というところまで来ていながら、結局アテナを救うことはできないのか。ここまで来て諦めてたまるか。シリュウのロザン昇竜派、氷河のオーロラサンダーアタック、その二つの威力で俺をメインブレードウィナーへ飛ばしてくれ。セイントが究極にまで高めたコスモによって砕けないものはない。俺は必ずメインブレードウィナーを砕いてみせる。そしてアテナを救い出してみせる。だから二人の力を貸してくれ。決して死ぬんじゃないぞ、セイヤ。貸せぬ。ポセイドンが再び立ち上がった。しかもさっきよりはるかにコスモが高まっている。セイヤ、ポセイドンは俺が羽交い締めで抑える。ポセイドンを封じるアテナの壺はメインブレードウィナーの中だ。余計な真似を。兄さん、今度は僕が助ける番だ。頼んだぞ、セイヤ。ロザン昇竜派。アテナのために今こそ飛び立てペガサスよ。オーロラサンダーアタック。俺のコスモをお前に。みんなのコスモを君に。くあ。メインブレードウィナー、メインブレードウィナーが崩壊してゆく。沙織さん、よかった。貴様たちはどこまで愚かなのだ。神が汚れ切ったこの世界を作り直そうとしていたのだぞ。お前たちのしたことは神への冒涜だ。許すことはできん。ポセイドンのコスモがさらに巨大化した。まるで全宇宙を包み込むような凄まじさだ。ダメだ、俺にはもう防ぐ力さえ残っていない。ここのコスモが消えた。この力はポセイドン、もはやあなたの完全なる敗北です。それはアテナの壺。あなたはこの壺の中で再び眠りにつくのです。さあ戻りなさい。黙れ。お前こそ永遠に眠るがいい。
三つ股の矛を喰らえ。カノン、この三つ股の矛はもともと俺が岩牢で引き抜いてしまったもの。俺が受けるのが最もふさわしい。それにアテナ、命の恩人であるあなたへせめてもの恩返しを。カノン、アテナよ、武器を嫌うお前に私と戦う術など残っていまい。このコスモ食らうがいい。忘れたのですか、ポセイドン。私にはどんな武器にも勝るセイントがいることを。死に損ないどもに何ができる。私のコスモがアテナに届かない。これはアテナだけではない。セイントどものコスモが一つになって。この時代に目覚めたのはあなたの本意でなかったはず。さあもう一度眠りにつきなさい、ポセイドン。うっ、やった、ついにポセイドンの魂をアテナの壺に閉じ込めたぞ。行きましょう、みんな。アテナのコスモがセイントたちを包み海上へと押し上げていく。海底神殿はアテナの壺とともに海底に沈み、ジュリアン・ソロモンまた生き残ったマリーナのテティスによって地上に戻された。この世に邪悪がはびこるとき、必ずや現れるという希望の闘士セイント、私は誓います。この先どのような試練が待ち構えていようと、セイントたちを信じ、共にこの地上をどこまでも愛し守り抜くと。